えー、地球の爆発と隕石の衝突と宇宙の崩壊を阻止しなければ人類はいつか滅ぶと思います。文明の発展のせに全てを阻止することは可能だと思いますかんと、あの、滅ぶ理由が宇宙の崩壊は滅ぶかもしれないですけど、地球の爆発と隕石の衝突は多分どうでもよくなりますよ。 まずその宇宙の崩壊というレベルだと、もうあのな、何百億年という単位だと思うんですけど、で、その単位でいくと、多分人類、地球に住み続ける必要ないんですよね。なので、その地球がこう、だんだん膨張していって爆発してきますってことになったら、じゃあもう他の惑星に住もうぜっていうのを、多分あと1万年ぐらいやったら、全然そういう技術って生まれると思うんですよね。 なので、その隕石の衝突とかも、その、あの、地球に隕石が衝突したら大変だよね。なんかちょっと画像がボケてきたので一回直します。<laughs> その地球に隕石が衝突したら地球に人が住めなくなっちゃうから人類が消滅するよねっていう話だと思うんですけど、でもその、その頃になると別に地球に住まなくてもいいや、他の惑星で住めるからっていうので、地球捨てちゃえっていうのは全然あると思うんですよね。 ではその地球にこだわる、例えばその環境問題とかって人類が地球にしか住めないという前提のもとで環境をなんとかしなきゃいけないなんですよ。別にあの他の惑星で住めるんだよねってなったらじゃあ資源を食い潰して他の惑星行って住めばいいんじゃねっていう派閥が出てくるので、でそうなると多分環境問題解決するの不可能なんですよ。 だからその、例えば、えっ、ー、と、今だと二酸化炭素を排出するの良くないよねって言って、なんか一生懸命二酸化炭素を減らそうとしてるヨーロッパとか日本とかあるんですけど、中国とかアメリカはそんなの知ったこっちゃねえや、バンバン二酸化炭素出すわって言って、バンバン出してるんですよ。なので、それまあ,あの、発展途上国とかも出してるんですけど、 なので、その、結局、地球人全体が、これは環境を守った方がいいよね。二酸化炭素を、そのなんか出さない方がいいよね。とか、石油とか使わない方がいいよね。石炭とか使わない方がいいよね。ってなるなら、なんとかなるんですけど、抜けがけした方が得であるっていうルールがあるんですよ。だからその、他のカはじゃ、そのなんか石油とかガスとか使うのなるべくやめようね。とか、石炭使うのなるべくやめようね。ってなった時に、中国は石炭バンバン燃やすんですよ。だってみんな買わないから安いんだもん、石炭みたいな。 で、二酸化炭素バンバン出しても別に知ったこっちゃねえし、みたいな。で、アメリカもその一人当たり二酸化炭素排出量でいくと、アメリカが一番多いんですけど。 局その、じゃあ、アメリカ人って一人一台車乗ってて、あの、車バンバン運転するんですけど、そんな運転できなかったら、俺、いつも山手通りの生活できないじゃん、嫌だよっていうのがあるので、なんで、その、他の国の人たちが一生懸命、その、電車乗りましょうとか、自転車乗りましょうとかっていうので、二酸化炭素しないように、二酸化炭素排出しないようにしてるんですけど、アメリカ人はバンバン SVUV とかピックアップトラクター乗って、ガソリン使いまくって二酸化炭素出しているっていうのがあるので、なので、結局、その、 そのルールを守らない方が得だよねっていう人がいる限り、みんなでこれを守りましょうっていうのができないので、なので多分その地球環境を保護するはできないので、早めに地球以外の、あのその星に生活できるようにするっていう方が人類は正しいんじゃないかなと思いますけども。